手でクラブを下ろしてしまう方、手打ちですよね。手打ちだなって周りの方に言われるっていうことよくあると思います。分かっているけどできないっていうところが、まあ、実際のところだと思います。できない原因っていうのがありますので、ぜひこれ最後まで見ていただければと思います。一番の問題はこのトップの形にあります。もっと言うとですね、トップの時のクラブフェースの向きでほとんど決まっています。でここさえできてしまえば、基本的には体の回転で下ろしてくるとボールの出球っていうのはまっすぐ行くわけなんですよね。はい、皆さんこんにちは。マイケル長谷川こと、ツアープロコーチ長谷川哲也です。今日はですね、ダウンスイングですね、手でクラブを下ろしてしまう方、いわゆる手打ちですよね。手打ちだなって、ね、周りの方に言われるっていうことよくあると思います。このマイケルゴルフ TV をご覧の皆さんであれば、体の回転で打っていくとか、まあ、そういうことはもうすでに学んでいるとは思うんですけれども、分かっているけどできないっていうところが、まあ、実際のところだと思います。できない原因っていうのがありますので、ぜひこれ最後まで見ていただければと思います。では早速詳しくやっていきたいと思うんですけれども、このようにですね、バックスイングしました。でダウンスイングでこうやって手で下ろしてしまう、手で下ろしてしまうとなんでいけないかっていうと、体を止めてクラブを振っていくとですね、このようにクラブフェースのローテーションが大きくなってしまうんですね。そうするとですね、ボールに対してフェースの面をスクエアに当てるっていうのがすごく難しくなってしまうわけなんですよね。特にですね、練習量の少ないアマチュアの方、ほとんどがですね、練習時間であったりとか、その練習環境に制約があると思いますので、極力効率のいいスイングをしていくっていうことが大事なんですけれども、そうするためにはですね、このフェースローテーションを抑えたスイングをしていくっていうのがとても大事なんですよね。そのためにはですね、このダウンスイングから体の回転でボールに打っていく。基本的にはですね、ボールに対してエネルギーをですね、効率よくボールに伝えていくためにも、キネマティックシークエンスっていう。言うんですけれども、この下半身からしっかりと、下半身、体幹、肩、腕、クラブを伝ってボールにエネルギーを伝えていくっていう、この順番になっているということはとても大事なんですが、皆さんもね、この下半身リードで打つっていうことはもう大事なって重々承知だと思うんですけど、実際できないんです。でなんでできないかっていうとですね、結果がついてこないからだと思うんですよね。下半身リード、体の回転でクラブを下ろしてくるとですね、ボールが右に行ってしまう、右に行ってしまうので、基本的にはまた右に行くということはフェースが開いているということですから、これを体を止めてクラブヘッドを先行させてボールを捕まえているという状況になっていると思うんですよね。で結果的に下半身リードでスイングができていないという状況になっているわけです。でこの問題っていうのは、じゃあどこにあるのかっていうと、一番の問題はこのトップの形にあります。はい、このバックスイングの時のトップの形、もっと言うとですね、トップの時のクラブフェースの向きでほとんど決まっています。でここさえできてしまえば、基本的には体の回転で下ろしてくるとスクエアフェースでボールにヒットするということができるようになるわけなんです。詳しくやっていきたいと思います。このようにですね、バックスイングトップの位置からですね、基本的にはですね、このトップの形っていうのがほとんどこのインパクトの時のフェースの向きと思っていいと思います。これはイコールで考えていいと思います。で、ここでですね、トップの位置でフェースが開いている場合、このようにですね、フェースのヘッドの先がですね、下を向いてしまっている状態ですね。この状態のトップになるとですね、このまま体の回転で下ろしてきますよ。このまま体の回転で下ろしてくると、何もしなければ基本的にはフェースって開いて入ってきますよね。ですから、この状態でボールを打つと、当然ボールというのは右に飛ぶわけなんですよね。じゃあどの状態がスクエアなのかというと、このようにですね、この真下、それからフェースが真上を向くこの状態、真下、それからこの真上を向く状態で、この大体中間45度ぐらいの角度になっているというのがスクエアです。このようにですね、45度の角度です。45度の角度でこのまま体の回転で落ちてくると、基本的にはボールの出球っていうのはまっすぐ行くわけなんですよね。ですので、ここでフェースの向きをこの45度の角度にする、
この45度の角度にするっていうことが一つポイントになるわけです。ここさえできれば基本的には下半身リードで打ってもボールは右に飛んでいかないわけなんですよね。じゃあこれどうやるのっていうとですね、基本的には僕は一般的なスクエアグリップです。スクエアグリップっていうのはこの上から自分から見てですね、この人差し指と中指のこの指の付け根の関節ですね、これが大体2つぐらい見えるのが、まあ、大体一般的なスクエアグリップだと思うんですけれども、この状態のグリップでですね、トップの位置で左の手多少ですね、このように 手のひら側の方に少し小屈するというんですけどね、手のひら側の方に折る動き、ちょっとこれは小屈という動きなんですけど、この動きを入れると大体45度ぐらいの角度になっているかと思います。この状態でまっすぐの状態だと大体約45度ぐらいの角度になっていると思います。まあ、このぐらいのフェースの向き、スクエアグリップであれば大体まっすぐぐらいになるのがちょうどいい角度になるよねっていうなるんですけれども、小屈が苦手な方、特にですね、女性の方とかですね、あまりこういう動きが苦手な方はですね、この手首の動きを入れられないと思うんですよね。でその方はですね、グリップを変えてスイングにマッチさせていくっていうことができるといいと思います。無理にですね、手首をこのようにですね、手のひら側の方に打る小屈という動きを入れてしまうとですね、手首を痛めてしまうリスクもありますので、ここは無理せずにですね、しっかりとこのグリップの形をでしっかりスイングにマッチアップしていくということがとても大事なんですね。ですから、例えばトップの位置でこういう動きが、ここでフェースが開いてしまうと、どうしても左の手首が折れてしまってフェースが開いてしまうという方はですね、少しこのグリップをですね、から少しこのストロング気味に変えてバックスイングすると、そうするとさっきよりもですね、左の手首が曲がった状態、手の甲側に折れた状態でも45度の角度がキープできると思います。逆にですね、フックグリップで構えていてここで小屈を入れてしまうと、このフェースの向きが天井向くような形になりますよね。でこの状態で体の回転でボールを打つと、とてつもなくボールは引っかかってしまいますので、フェースの向きが上を向きすぎてもダメなんで、ここはちょっと注意していただければなと思います。ここのトップの形っていうのはですね、小屈のね、どのぐらい小屈したらいいですかみたいな質問を多く受けられるんですけれども、ここはですね、自分のグリップとの、マッチアップなんで、人によって例えばこのぐらいがスクエアになる、このぐらいでスクエアになる人と、このぐらいでスクエアになる人と、まあ、例えばコリン・モリカワ選手とかっていうのはもうこのような状態、ね、コリン・モリカワ選手なんかすごいトップでこういうふうにかなり小屈が入ってるんですけども、彼 のグリップっていうのはかなりのウィークグリップですね。もうほとんど指の付け根が見えません。グローブのです、ね、ロゴがもう目標方向を向くようなグリップをしているので、45度の角度を作るためにはこのぐらいの小屈が必要になってくるということになります。これはあまりちょっと特殊な例だと思いますので、皆さんにはほとんど適用されないかと思いますけれども、いずれにせよですね、ストレートなボールを打っていくためにはここで45度の角度を作っている必要があると。ここでスクエアなフェースさえできれば、あとは体の回転に引っ張ってくれば勝手にスクエアなインパクトしてくれるわけなんですよね。なのでゴルフでね、絶対にやってはいけないのが、この一瞬の動きにピタンとね、まっすぐ当てようなんて思ってると難しいと。100球って一発できればいいと思いますよね。はい、だしこのスイングの再現性を上げていくためには、この一発の勝負ではなくて、もうすでにですね、トップの位置でですね、スクエアなフェースを作っておいて、あとは体の引っ張りで打つから、安定的にスクエアなインパクトができるようになるわけなんですよね。ですから皆さんはですね、インパクトの合わせ技を練習するのではなくて、しっかりバックスイング、このトップの位置ですね、今日ね、今日の学びとしては、このトップの位置でしっかりとこのフェースの向きが45度の角度が作れるように練習をしてみてください。このようにヘッドの先が下を向いてしまったり、フェースの向きが上を向きすぎてしまったりしないように、だいたい45度、自分のグリップとしっかりマッチアップをして、グリップと左手の手首の角度を調整して練習をしてみてください。そういうわけでですね、今日も勉強になったよとかためになったよという方はグッドボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた。